はい、お疲れ様です。アイスファクトリーのアンドロイドの動画になっております。今日もね、しょうもない飲み動画をお付き合いいただいておりますけども、今日が1月の10日、日曜日ですか。ね、無事に終わりましてですね、まあ、ちょっと厳しい昨今ではありますけども、なんとか、まあ、今日も生きてたなっていう感じでございますけどね。はい、で本日なんですけども、昨日もお話ししたんですけど、桜レンタカーさんの新しい企画の方ですね、行列のできる、バイク屋相談所みたいなね、これはあれかな、今日もさくらさんのところで上がってたけど、このテーマで上がったらそこにアンサーしていくシステムでいいのかな、どうなんだろう、僕もちょっとよく把握してないからあれなんだけど、今日ね上がってた動画拝見させていただくと、なんか出入り禁止がどうのこうのっていう話になってるじゃないですか。そんなんす、そんなん言わなきゃダメ。いや、一応お客さん商売のね、なんで、いやなくはないんですよ。お仕事をお断りさせていただくとか、ちょっとこのお客様困ったもんだなとかって、別にお客さん商売あるあるでなくはないんですけど、それこんなんでやんなきゃダメかな。いや、そうですね、今日拝見させていただくと、桜レンタカーさんとかね、小野氏と小林くんで、バイク屋さんを出入り禁止になるお客さんとかって、それはバイクなのかお客さんなのかとかってやってましたけど、なかなかセンシティブな話ですよね。これ僕なんかもない話じゃないけど、それを動画で話していいものかどうかっていうのはね、なかなか考えちゃいますけど、まあただ、参加させていただくと、まあ、近藤プロデューサーには世話になってるんでね、やりますけど、まあだからあれですか、出入り禁止の話を、うちの、あるあるお話すればいいですか。それはね、じゃあ分かりました、次やります。ちょっとまだ話ね、ちゃんと各方面に気使ったお話しなきゃいけない内容なんだろうなと思いますんでね、でね、うちに遊び来てもらってるお客様にも誤解を与えちゃいけないような内容だと思いますんで、丁寧にお話ししたいと思います。で、今日さくらさんの動画なんかを見てても、おまけのコーナーが面白くてね、小林くんと小野氏と交えてなんかこう喧嘩になったみたいなのを、うちのコメント欄で場外乱闘をやってた動画があるんですけど、いやー別にね、僕は別にビビりはしないけど、そのもうプロレスだって分かってるんでね、ただ見てる人がどう思うのかなっていうところあると、ああいうおまけの動画で裏事情なんかやってもらうと、非常にいや面白かったなと思いますけどね。いやなんですよ、まあだから、まあ出入り禁止の話に関しては、次回やりましょうか、はい、で、1月の10日の日曜日だから明日ね、1月の11日、月曜日、成人の日ということでね、各地で成人式、まあ、ちょっと中止になったところもありの、強行するようなところもありのっていうね、ところなんですけど、まあ何がいいか悪いか、このお話しするところじゃないと思うんですけど、うちの娘が、狐娘、おかげさまでですね、成人式を迎えるということになりまして、いやーね、本当うちのお店創業当時から応援していただいてるお客さんなんかもいらっしゃるんですけど、うちの狐娘がお店出入りしてね、小学校上がるかどうかぐらいのとこからずっと見てきてくれてるお客さんなんかもいて、まあ、感慨深いものありますよね。うちが本当に昭和のね、商店みたいな仕事してるんで、本当子供たちが、お店の中うろちょろしてて、なお客さん来たんだからご挨拶してみたいなね、やりながらで、あお子さんなのなんつって言われるのがね、あそうなんですよ、ちょっとね出来が悪くてねみたいなことを言いながら十何年やってきて、その娘が成人式を迎えると、ちょっと一つほっとしましたけどね。ただ
まあ、肩の荷が少し軽くなるのかっていうところもあるんですけど、あとは僕もね、そんなに人様に自慢できるような人生を送ってこなかったけど、まあ一つね、なんていうかその、一人の人間をこう成人まで迎えるまで、頑張ってきたみたいなのとかっていうのは非常に感慨深いものあって、まあね、娘、まあ、なんていうか今までね、かみさんが一生懸命やってきてくれたせいもあって、僕は子育てにそんなに大変な思いしたことがなくて、まあ、子供たちもそんな大きい病気とかもしたことないし、ね、大問題を起こしたこともないし、本当に僕はありがたいことにね、まあ、そんな大変な思いをして子育てしてこなかった。まあ明日成人の日を迎えてね、キツネ娘を送り出すにあたって、本当もうね、20年間ありがとうございましたというような感じです。非常に、まあこんな話してると最近涙腺弱くなっちゃってもう泣いちゃいそうなんでね、今日まあ簡単に、うちのキツネ娘が、成人の日を迎えるということでね、まあ、キツネ娘にとかみさんとうちの息子とね、まあ、簡単なありがとうというメッセージです、まあ、ちょっとパパまた頑張ってくからね、いう応援してねっていうね、まあ、お仲間さんには全然関係ない話ですで、まあ、さくらさんのところのね、行列できる相談所、そうか、やんなきゃダメだろうな、出入り禁止の話もキンキンにやります。はい、僕もまあ言いたいことはいっぱいありますんでね、なるべく誤解招かないようにお話したいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。この今日曇りの気分、まだ5点見届けをまた次回。